こそ魔物の墓場へ。とうとう来ちゃったんだな、少年。デクス。デクスもアリスもセンチュリオンコアの暴走で我を失ってただけなんでしょ。こんなことはもうやめようよ。誰が操られてたって言ったの？そりゃ総帥や三系デックスはそうかもしれないけど、アリスちゃんは正気よ。え？正気で戦ってたの。だってアリスちゃんマルタちゃんが大嫌いなんだもん。どうして？自分には何の力もないくせにわざわざシャシャリ出てきて。やめてパパ、助けてラタトスクーって。すっごく目障りなんだもん。解決能力ないくせに。確かにそうだった。でも私あんたみたいな偽善者大嫌い。いつか思い知らせてやろうと思ってた。リヒターのそばにいればあんたが来るって分かってたから。デクス、パルマコスタの血の粛清、あれはお前がやったんだな。ああ。どうして？いくらシルバラントの人たちを救いたかったからってそのやり方。俺はな、アリスちゃんのためなら悪魔にだって魂を売るって決めてるんだ。アリスちゃんのために俺は戦う。私はこの世界で生きるための揺るぎない力を手に入れる。リヒターが魔族を呼ぶならそれすら利用する。私は私のために世界を従える。リヒターとの取引のために死んで。マジか、二人して相手するのか。簡単に人を傷つけてマルタを傷つけて。よいしょ。ナイト気取りか少年。アリスちゃんを傷つける奴は許さないで。よいしょ。私が嫌いもそれでもいい。でもよっ、やっべ、危ない危ない。世界を和解にするなんて。オッケー、危ない。あー、今ちょっと無言になっちゃったけど。よいしょ。よいしょ。よいしょ。終わりだ。ちょっと待って、あいつがいなくなるのはちょっと辛いのでね。ライフボトルでいいか。行って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 、死ぬ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 、危ない。いや、アイテム使わねえ。マジか。よいしょ、危ない。技を使わせない。絶対に使わせない。こいつに使わせたら終わってしまう。よいしょ。よっと。使ったよね、今。レモングミで、自身の回復。よいしょ。マジかよ。レモングミを。よいしょ。よっしゃ、危ねえ。なんだなんだ、なんか変なのにかかった。よいしょ。よいしょ。やらせない。よいしょ、危ねえ。囲まれてたな。危ねえ危ねえ。ふぅ、危ねえ。あぶ、マジかよ。あぶ、またお前か。アイテムで、待って、俺が使うわけにいかないな。レモングミを使わせる。よいしょ。やべ、マジかよ。マジかよ、お前も使うのか。よいしょ。
よいしょ。お前には使わせない、絶対使わせない。これでとどめかな、いけるか、ゴー。お、インディグネーションは意外と使えるんだよな。よし倒した、よっ倒ね、やらせはしないぜ、レックス。だって集中砲火が行って、これは痛い、これは痛い、これは痛い、危ない危ない、ちょっと頼むか。じゃあマルタに、ミックスグミは頼むの。よっよっと、危ねえ、危ない危ない、順調順調。あ、ダメかダメか、いいよ、いって、俺狙いか、よし、いいぞ、あ、危ない危ない、よっと、危ねえ、あいつ意外と範囲でかいんだよな、危ねえ、いいぞいいぞ、入った入った、よっと、危ねえ。しかしデックスがいまだにあれを使わないのが気になる。オッケー、ナイス、やべやっべ、使われた、くっそ、こいつがな、こいつが辛いんだよな、皆殺しじゃねえかこんなの、主に俺狙いだろこれ。どうだ、ピョってるピョってる、よし、あぶね、マルタが巻き込まれなかっただけよかった俺。お前だ、よし、 OK、 9は来たから、術技で9話をドラゴン、あ、ドラゴン死んじゃった、ダメだ、アイテムじゃあ使ってもらって、ライフボトルで復活と、よいしょ、お前な、倒れてる間の無敵時間使うんじゃねえ、よっと、危ねえ、これで終わりにしたい、やべ当たってね、これで終わりだろ、よっ、くっそ、よっ、よし、これで決まったろ、終わりだ、終わってほしいぞ、終わんない終わんない、よっと、ヘレ、オッケー、勝った、あー疲れた疲れた、めっちゃ疲れた、いやーデックス、この前の単体の時多分あれだよね、コアがあったからめちゃくちゃ強かったんだよね。はい、ということでなんとか勝ちましたでね、なんかみんなすげえレベルが上がりました。なんかお、マナシンボルとミスティシンボルが手に入りました。あれ、なんか俺持ってなかったっけこれ。まあいいや、じゃあ話を進めたいと思います。あんたが大
ックス。今日で765日目。今回も偽物を捕まされたかな。アリスちゃん、キモいって言われると思うけど好きだったよ。レックス！私も好きだったのに、本当に好きだったのに。あんたなんか、あんたなんか、アリス。許さない。マルタちゃんが本気で来るとは思わなかった。不覚だわ。デクス。私がパパをちゃんと止めてればヴァンガードなんてできなかったし、アリスたちも。僕にはアリスの生き方は理解できないけど、でも彼女はヴァンガードに運命を狂わされたんじゃないよ。自分の望むままに生きたんだと思う。助けたかったって思うのは僕らのエゴだ。それでもこんな結果は嫌だよ。そうだね。テクスもアリスも助けたかった。リヒターさんも助けたい。エミル。原因を作ったのも僕だから。これはやっぱりエゴだけど、でもリヒターさんは弱虫のエミルに初めて勇気をくれた人だから。私もリヒターには生きていてほしい。言っとくけど、エミルみたいな優しい気持ちじゃないよ。ヴァンガードの幹部としてパパと一緒に責任を負ってもらうために。分かってるよ。さあ行こう、マルタ。僕らの旅を終わらせよう。うん。はい。俺はアリスとデックスはなんだかんで生き残るんじゃないかって思ってたんですけど、死んでしまったね。はい。とりあえずスキッとアイです。私、アリスのこと責められないな。アリスがエミルに襲いかかった時、全然迷わなかった。結局、私も私のわがままで人を傷つけてる。そうでしょうか。それは少し違うように思います。え？マルタ様は好きな人を守るため、アリスは好きな自分を守るため、思いの向かうベクトルが全然違うのではありませんか。だから
マルタ様が正しいというわけではありません。良いか悪いかは別として、それが愛なのではありませんか。そうなのかな。レッドラベンダーを手に入れましたと。レッドラベンダーってなんだ。物理攻撃が3増加する。これあるかな、ちゃんと。関係ないけど、ちょっとなかったら一回撤収したいと思います。セーブポイントがあればあるかな。あ、なさそうだね。ちょっと危ないね。ちょっと一回最上階に戻りましょう。本当に生き残ると思ってたんだけどな。なんだかんだで彼らはバカやってたんでバカとかギャグに特化してる方々は生き残るんじゃないかって俺は勝手に思ってたんだけど。はい、じゃあ今回はここまでにしたいと思います。次回ロイドたちを助けるっていうのを目標にやっていきたいと思います。まあちょっと早く行けたら、もしかしたらラスボスまで行くかもしれません。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回もまあ機会があればご視聴ください。それではお疲れ様でした。リーダー様、あなたが親友を失った苦しみはとても大きくて、もう一回ラステルを言うのか。アステルの顔でアステルを殺したお前は、さっさとくたばりやがれ。エミルのために。